今回は、新テニスの王子様アンダーセブンティーンワールドカップセミファイナル第4話に対するリアタイミンの反応を紹介していきます。二王のイリュージョン神業すぎる。手塚部長が二王くんの話を。国光なんて説明したの？もうすでにでかい。声が落合福士くん。イリュージョン、声優まで変わるのおもろいな。二王のお頭のイメージ元気だな。海賊イリュージョン来たー。出た海賊のスタンド。もうテニスじゃなくなった。もうクソおもろい声出た。早々にテニスの映像違うくない？樽を壊す必要。今やってるのはテニスだよね。龍馬の冷静なツッコミ。そう、二王がすごいのよ。龍馬くんいつも二王くん褒めてくれてありがとう。二王くんイケメンすぎ。イリュージョンすごいけど絵面が紛らわしいわ。帝京海賊は草。帝京めっちゃ刺しに来てて草。帝京で笑わせるのダメだろ。スポーツアニメの帝京画面ではないのは確かである。最後、さ、定期。最後じゃなくて最後て。じゃあ、君様あプリ、低音。平等院のプリいただきました。お頭の声でプリは草。ジャッカルとヤグー。高校生にもなれるのか。有識者ヤグーひろし。やっぱ二王の解説はヤグーじゃねえとな。二王くんファンにとってはいい回想すぎて。海賊ってたまに憑依してるの？海賊のやつよくわからないけどスタンドか何か？もっと奇策来るぞ。来る？来たー。で、で。でかすぎんだろ。でかすぎんだろ。でかすぎんだろ。いや本当にでかすぎるな。金ちゃんが言うんか。アニメじゃ金ちゃんのセリフになってるのね。でかすぎんだろキャンセルとは予想できませんよ。フットフォルトして、ない。テニスやる効果音じゃねえ。ラケットもでかすぎんだろ。ボールは小さいままなの。でかすぎんだろ。いやチートだわわらわら。大型巨人かな？テニスの会話じゃない。デュークホームランきたー。デューク絵面がおかしい。改めて見るとおもろすぎて死ぬほど笑てる。続々一族お頭二王。口調戻ってて可愛いお頭二王。立海メンツが固唾を飲んで見守ってる。でかいことに関しては何も突っ込まないのね。世界は広いで片付けられるのすごい読者も視聴者もまだ大混乱してるのに。世界って何？なんで巨人がいるのか誰も説明してくれない。スペイン。アメリカが。ミキさん。エミキシン。ミキシンなの。リョウガ。ラルフー。リョウガ、リョウガ、アイドル衣装だな本当に。ニオウくんが喋った。たまにニオウに戻る。データキャラか？ダンクマールよりベルティの解説し始めた笑い。イヌイくん解説助かる。選手呼び偉いイヌイ。でっかいのに関しては説明してくれないの笑い？ボス。お腹でキャッチ。マジで巨大化してて草。それはおかしいだろせめて幻覚であれよ。イメージじゃなくてマジででかくなってんのは不可思議すぎるんよ。実体持ったらラケットが規定違反だろい。ナイスキャッチ、じゃねえんだわ。マジで何を見せられてるんだよ。え？これ実は野球やってるの？今のホームラン対策意味わからんくて大好き。海外勢教えのファンサカットたまに入るの何？忍者すべてを持っていかないで。あっという間にファイナルセットプロの本気の追い上げはすごい。なんかディスられる平等院。二王じゃなきゃ言えない。お頭を諦めた。ゼウス様。ペテンテニスなんでもありだな。マジで二王なんでもありすぎる。赤矢も、ゼウス様、って様付けするんや。でかいの動いてなくない？笑い。足だけ映るのじわる。コート外に両足があるのさすがにでかいな。ノアくんイケメン。ノアくんおめめキュルキュル。ドルギアスの見解を聞いてみたいノアくんのイリュージョン。ブオンって姿変わるのマジで意味わからん。ここでアトベ様がノアくんのことを語ってくれるのがいいのよ。ノアくん試合出てないのにどこから仕入れてるんでしょうほんまに。ダメ、でっかいのが気になって。でかすぎんだろ。天井突き破りそうなのが気になってテニスどころじゃない。でかすぎんだろの人の後ろの観客席からは何も見えないのでは。なんで今に王はデュークの腹掴んでたの？柱かなんかにしてた？ドイツだけに？そやな、ドイツや。おまドイツ。バカみたいなギャグで笑っちゃった。髪美しい。唇が麗しい。ベルバラみたいな。脳内テニス？脳内テニスとは、ニュータイプみたいなことをしやがって。ギョエ、緑川さんいい声。デュークのふりしてデータ取りに来てる。めっちゃなりすましてるやんわらわら。檜山さんまでプリを。全選手のプリッが聞きたい。
亀めっちゃ美しいじゃん。美の暴力すぎんだろ。なんか今日めっちゃまつげバサバサのイケメン率高いな。ベルサイユのバラからテニスしに来たんか。そのボールどこで手に入りますか。日本代表トップのダブルスからフランス代表の幻のダブルスへ。夢のダブルスを提供していく男。なんかよくわからないまま進んでるぞ。まあ味でこの世界の奴らデカすぎるやつスルーしたまま終わるん。またも不思議メンツなアイキャッチだ。アイキャッチの匂いをしたり入江マジで何。わあ、バラが舞っとる。亀の作画に力入れすぎだろ。亀だけ作画コスト高すぎる。革命的すぎるじゃねえの。とにかくデカくなるのも常人には理解できないよ。デカすぎるのをスルーしたままにする革新的テニス。だ。いやいや。威力おかしいって。デストロイヤーと呼ばれていた頃。クロエちゃん。そうはならんやろ。これもう存在しない記憶だろ。若おかしらー。平等院クソイケメン。なんでその事故からそのまんまテニスしてんだよ。デューク渡辺の回想全部面白いのずるい。ここしっかりやってくれるの助かる。におう。ソフトにハードウェアが耐えられなくなったみたいに。頑張ったなぁ、におう。そや複数人背負うのも大変だよなん。ヤグーとの下り助かります。カモンレッツゴーじゃね。ヤグーさんのこのセリフはキャラソンのあれよね。はにゃ。ハウリング来たー。ハウリング。ボールが消えた。その打球、消えるよ。一体何が起きているんだ、視聴者の気持ち。テニスのスキルとは。何を、言ってるんだ。全然わかんねえよ。よくわからんけど点が入ってる。何が起きてるのかはわからないが、ハウリングが強いっていうのはわかった。始終でかいな。やはりでかすぎて草。マジででかすぎて何度見ても笑う。でかすぎてかがまないと天井に頭が当たる。あーん。タイブレイクじゃねえの。俺様の好きなタイブレイクじゃねえの。国光結構喋る。全然予想外の気持ちを感じられない。なんやかんや打ち返す。四角に打ち込めたと思ったらセンターぶち抜かれてるの、精神的に痛いよな。ちゃんと技名がある巨大かギガント。どういうことやねん。何説明されてもわからない。目の光り方怖え。これもうシンクロだろ。ハウリングとシンクロの違い何。ネット丈夫だな。あのでかいのの球を止め落とすネットすごくない。誰があいつ。なんか出た。アラメの間。精神崩壊させたやつ。アラメの間アニメ出してないのによく出せたな。アニメだけの人なんだあれだな。におう。オリジナルのにおうまさはるだー。立海三峡の解説で登場するにおうまさはる強すぎー。俺自身が俺になることだ。コピーキャラが最後に自分自身で戦うやつじゃん。そんな歌舞伎みたいな効果女の。やっぱ今回みんな美人だよ。そういえば仁王自身ってどんなテニスするんだ。オリジナル仁王登場で引きなの熱い。イリュージョン使う仁王が最後は自身のテニスって流れはむちゃくちゃ王道なんだよな。他人のテニスのプレイスタイルパクってイリュージョン生きてきたから本人自身の力は知られていないって、もうテニスで見るような展開じゃないっしょ。今日のテニス理解が追いつかなくて終わるの早すぎんだろ。デカすぎんだろのインパクトに負けないくらい単純に試合自体が熱い。やっぱテニプリ面白いわ。次回もまだデカすぎんだろ。ああ、ついにあの試合が始まる。もう手塚部エース雪村入るの。手塚部エース雪村激アツカードや。提供デカすぎんだろ。提供よりデカい。選手が変身しようが巨人になろうが動じずにコールする審判は、さすがプロとしか言いようがない。これって突っ込まないとダメなやつ？進撃の巨人かな？いやこれ、デカすぎんだろ。この試合アニメで表現できるんか？と思ったけど結構まともだった。でかすぎて打ちにくいだろ。ギャグスポーツ漫画の本領発揮だな。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。